はい、ガッチャンです。パート8。まあ、前回ちょっとグダグダになっちゃったんですけども、お金のない世界っていうものを考えたときに、例えば、結婚なんていう制度もいりません。はい。まあ、国によってはね、結婚、一夫多妻制とか、まあ、いろいろありますけど、結婚って制度って必要ですか、皆さん。そう、私いらないと思うんですけども。だって、好きな人と好きな人と一緒にいることに何か問題ありますかね？わざわざ届け出して、まあ、結婚なんて、行政がお金を取るための、行政側の、生活を、私たちの生活を面倒見るなりなんなりっていうか、行政の都合によって作られているもんだと思うんですよ。戸籍なんかもそうですよね。はい。そう。そして、お金の世界になった時に、まあ、大きく違うのは、自分が欲しいっていう物欲に関して、全部無料で、自分がやりたいってことは全て無料で何でもできる世界なんですよ。そうした時に、はい、そうした時に、泥棒なんていますかね？いないでしょ？だって自分が欲しいもん、スーパーでも買い物、スーパーでも、ハラシンでもどこでも行って、持ってこえばいいんですもん。そう、わざわざ盗むなんてことないでしょ？お金で自殺する人なんていますよね。だってお金ないんだもん。そう。そもそもお金ないんですもん。そう。そういったようにね、よく考えれば、この社会にあるすべて、トラブルのほぼすべては全部お金に関わってると思いませんか？もしお金がなければ、お金という存在がなければ、この世の中のトラブル、ほとんどないと思いません？まあ、口喧嘩ぐらいはあるかもしれないですよ。口喧嘩ぐらいは、あるかもしれませんが、まあ、ほぼ世の中のすべてはお金が原因のトラブルばっかりだと思いませんか？そう。お金がない世界というのはそういうトラブルもない、ものすごく清く正しい世界なんです。はい。そういう未来を作っていくっていうことが私の人生において大きなキーワードだと考えてます。冒頭の最初の方でお話ししましたが、100年後の未来プロジェクトっていうものを私が考えていた時には、何をやってるかわかりませんでした。でも、今ならはっきりわかります。ブロックチェーンを学び、ベーシックインカムというものはどういうものか大体分かってきました。で、お金のない世界によって、世界の本当の平和が、戦争で誰も悲しい思いをしないで済む、自分のやりたくないことは何もしなくて、やりたいことだけやって生きれる世界が、お金がなければ実現できるってことだけは、私は本当、腑に落ちました。そんな時に私が今後やるべき、生きていく未来、自分がこの、一緒の中でやるべき未来、やるべきことっていうのは、お金がない世界を、に向けて、今の時代を一歩でも前に進めることじゃないかって思ったんです。はい。まあ、お金のない世界をすぐ作っていくのは、まあ、なかなか難しい話だと思うんですが、まあ、無理と言ってしまえば無理だけども、はい。あれ？非常に難しい問題だと思うんですが、でもやりようはあると思うんです。ベーシックインカムもその一つでしょう。で、富の均等分配っていうものを実践している企業もあるんです。はい。それが、冒頭、後で、皆さんにちょっとお話、ちょっとなくて、しっかりお話したいと思うんですけども、私は今、富の均等分配をしてくれる会社の仕事をしています。そう。まあね、それはね、まだまだ会社っていう単位でしかないんだけど、それがもっともっと広がっていけば、いずれベーシックインカムっていう考えた方にたどり着くだろうし、世界の平和っていう、金と富の分配ということをしっかり考えていく人たちが増えていけば、必ずやお金のない世界に近づいていくと思って信じて私はその仕事をしています。そんな思いで、この動画を撮ってますので、皆さん、私が話を聞いてくださいという時は、耳の穴かっぽじいて、私の思いを聞いてください。まあ、そんなわけで、次回から、もう一つの私の人生のテーマ、そぎ払についてお話したいと思います。ガチャンでした。バイバイ。